で、最後4つ目となります。はい、だいぶ時間が経ったな、うん、これです。はい、 T シャツですね、うん、T シャツ、グラフィックティー5分袖ロゴ、カッコロゴと書いております。 XL で、あ、そっか、あ、やべ、 XXL が良かったんだ、 T シャツは。まあいいか一番大きいのはこれだったんで仕方ないですよね。あちゃー、やっちまったーって感じですね。うん、まあいいでしょう。まあポップな感じでビューティフルピープルと書いております。この襟の部分ですね、ちょっとこのほらダメージがされたような感じになってて、結構ね古着っぽいですね。うん、このシワ感もなかなかいいんじゃないでしょうか。うん、これいいですよ、なかなか。うん、ポップな感じ、ちょっとアクセントになりますしね。あとは裏の生地もね、なんか少しつるっとしたような感じですね、裏の生地も。うん、まあおそらくあのシルエット的にはどうなんだろう、ちょっと着てみないと分かんないな。こういった感じ、古着っぽい感じですかね。うん、まあ着てみますか。着てみます。はい、といったわけでいかがでしょうか。まあこういった感じですね。うん、ちょっと小さい、やっぱり XL だと小さい、 XXL、2XL で良かったですね。うん、ただもう売り切れ上の順下でね、あの売り切れてましたんでね、あれ再販になるのかな今回。さすがに早すぎたような気がする。ちょっと話題性がありすぎましたよね。なんかみんなちょっと騒ぎすぎないような気がする。で、男性が使えそうなやつはもうすぐそのサイズから売り切れてましたから、もし再販になったらばね、うん、まあ参考にしていただけたらいいかなと思います。はい、で、まあ L、これいくらだったかな。1500円、1500円なら安いですよね。コラボコラボで1500円、ユニクロのだってあれだって1900円ですか。まあ安くなってこのぐらいですけども、まあ素材的には、うん、まあでもそれでも1500円は安いと思いますよ。うん、まあこのままだとあれなんでね、カジュアルすぎるので、僕であればといった感じ。まあこれ下はちょっと変えなきゃいけないですけど、そういった場合はね。まあジャケット、これはユニクロ U のやつかな、少し丈の長いやつです。まあこういった感じです。いかがでしたでしょうか。疲れた、もう1時間半やって疲れました。はい、まだイネスあるんですけど、イネス見ます。イネスまで撮るかどうか分かんないな。うん、ビューティフルピープルは今回はこれでおしまいとなります。もうすごいこの辺洋服散らかって、ちょっと片付けなきゃいけない。うん、今回はですね、このタックワイドパンツにもう集約されましたね、ほとんど。個人的にはこれがちょっと出来が良すぎたような気がする。うん、こういうシルエットであれば別にインラインでもね作れますよね。うん、なんか真似してバギーよりもさらに広いので、うん、真似して作ったらいいんじゃないかなとは思うんですけど、ダメなんですかね。だいたいインラインでもこういうのやったら売れると思う。うん、今シーズンはね、まあ来シーズンはこれが流行ってるかどうかは分かんないですよ。うん、まあそういったわけで、もしこの太い、ワイドタックパンツ再販になったらば、買うことをお勧めします。5000円なので、激安。うん。よしと。はい、といったわけで、ありがとうございました。この動画が良かったね。いいね。全部ひっくり返してみてくださいね。うん、下から。お願いしますね。で、いいね、チャンネル登録があったら嬉しく思います。はい、皆様素敵な一日を。